毒を思わせる根性土偶亀ヶ丘文化の圏内で出土した金星土偶は縄文1万年の出土品の中でも他に例のない断根型の土偶である東北地方などでは今も妊産婦などの女性を中心に金星様という断根をかたどった神が祀られているがこの土偶はまさにそのイメージである セイ様の原初的な姿がここにあるのかもしれない。昔の人々は女性が単に断根を受け入れるだけでは解任に至らず、そこに何か神がかり的な力が働かないと生命は誕生しないと考えていた。生命誕生の願いを託した根性様にしても、その形状は断根を模したものであるが、決して普通の男性のものではない。 その意味から根性土牛で気になるのは、それ自体が断根の形をしているにもかかわらず、さらにその腹部に竜あるいは蛇の勇気を表す、わらび手紋が描かれていることである。